はいみなさんこんにちは、高行です。今日はですね、文春オンラインでね、今話題になっている木下うかさんの事件。過去にね、女優さんたちが性被害に遭ったということで、告発しているようなんですけども、文春オンラインがね、発表後、木下うかさんは身をね、隠して表に出ようとしなかったんですけども、まあ、今回、ツイッター上でですね、謝罪文が出ましたので、ご案内させていただきたいと思います。 このような文章が出ておりました報道について事務所と協議したことで報告が遅くなり不正の方々はもとより関係者の皆様に多くのご迷惑をおかけしてしまい深くお詫び申し上げますまず現在出ております週刊誌報道の内容について一部事実と異なる点や10年ほど前のことで記憶にないこともございますがおおむね間違っておりませんただ現在週刊誌から質問されておりますが 女性から明確に拒否されているのにもかかわらず関係を持ったことや薬物を用いて関係を持った記憶はございませんそれを前提としたとしても私の軽率な行動の結果女性の方々が心に深い傷を負ったことに間違いはございませんので深くお詫び申し上げます女性の方々に対しては本来であれば私が直接謝罪をすべきところではございますがそのことでさらに傷つけてしまうこともあると考え今後の皆様への対応につきましては 代理人を立ててて行わせていただく所存です次に私の軽率な行動の結果多大なご迷惑をおかけした多くの関係者の皆様に深くお詫び申し上げますこのようなことをした私が今後皆様の目に触れる芸能活動を続けることはできませんので芸能活動についてはすべて無期限に休止させていただきます2022年3月28日ということで木下砲香さんから 発表がございました、えー、木下うかさんはねもともとね吉本お笑いのね吉本に入って、えー、芸能活動を始めた方らしいんですけどもどうしてもね俳優になりたいということで島田伸介さんなどのね、えー、手を借りて、まあ、東京にね出たということなんですけども、まあ、なかなかね、えー、下積み時代が多かったみたいで、えー、名刺配りをしたりですとか関係者のね、えー、幹部の方に自分のね若手芸人の女子をね え、連れて行ってご機嫌取りをしたりとか、そのようなね、え、やり方で、え、出世をね、え、していったっていうことがね、え、ウィキペディアに書いてありましたけども、え、問題はね、え、俳優になってからなんですよ。自分でね、え、放課牧場なんていう名前を吹聴して、20代のね、え、女性たちを飼っているなんていうね、え、とんでもない発言を、え、しているということがね、字に書いてありましたり、一緒にね、え、やっている共演者にですね、自宅に 呼び出してで、性的なね、行為を強要し、こんなこともね、できないようだったら女優失格だな、なんていうことを言って、女性を呼び出したりするっていう行為を続けていたそうです。どうした、うかさん。せっかく努力して、地位も名誉もね、気づいたのに、なんでそんなことやってしまったんですか ?10 年前のこととはいえ、名前売れてきてた時期でしょう。文春の記事。 はい論破って論破してくださいよ。はい論破ってやってくださいよ。え、木下うかさん。被害に遭ったあ女性たちにですね、今後の人生をかけて、えー、償っていってください。ということで、本日は木下うかさんの無期限活動中止のニュースと、木下うかさんから謝罪文が出たというニュースをお届けさせていただきました。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね。